1954年3月開戦時のディエンビエンー。緑の部分がフランス軍が盆地の中の丘の上に作った陣地。内西南部のイザベル陣地は危険なまでにた陣地から離れている。対するベトミン軍はここ師団を盆地を見下ろす北部および東部の山頂に配置した。ディエンビエンーの戦いは1954年3月から5月にかけて フランス領インドシナ北西部のディエン・ビエンフで起こった第一次インドシナ戦争中最大の戦闘を。ベトナム人民軍とフランス軍合わせて約1万人の戦死者を出した。同戦争の大きな転機となり、フランスはベトナム撤退を余儀なくされることになった。1953年11月において、フランス軍はもはや、甲がデルタ地帯を確保するのみで、劣勢は覆し難くなっていた。 しかし一方で、ベトミン軍も広域に展開することを余儀なくされ、平坦上の負担が大きくなっているものと見られていた。広報支援能力に関しては、フランス軍が優位であると見られていたことから、ベトミン正規軍主力を蓄次遠隔地に誘引し、撃滅することが計画された。この計画における敵地として、北西部山岳地帯とラオス平原地帯が選ばれた。 この計画立案過程で注目されたのが北西部に位置するリエン・ビエン風市であった。同市には急に本軍が設営した飛行場跡があり、大規模な空中補給と空挺降下が可能で、また作戦航空機のハノイへの家の往復路としては限界点でもあった。このことから、まず同市を確保して、これを補給、航空基地とした上で、ラオス北部のルアンパバーン軍に進出して、 ここに防御基地を設営することが計画された。しかしこの計画はあまりに冒険的と判断され、また、ディエンビエン風刺一帯は、インドシナ半島北部有数の国装地帯であり、これを確保することで南部の国装地帯である、甲ガデルタに対するベトミン群の圧力が分散することが期待されたことから、同氏が補給、航空基地と防御基地を兼ねることとされた。 当初計画を立案したトンキン軍艦区司令官は、この計画変更に反対したが、反対は却下された。この構想の生産は、以下のような根拠に基づいていた。地形と火力面の優位、ディエン・ビエン・フューシは、盆地地形であり、両線内に関しては火星できると期待された。また、盆地の大きさを考慮すると、迫撃砲や無反動砲程度では、 両船外から盆地中央部を攻撃することは困難であった。なお、ベトミン軍は輸送手段が限定されているために、これ以上の重火器を投入することは困難であると判断されていた。平坦面の優位、ベトミン軍は補給能力が貧弱であり、根拠地から離れた動詞周辺に大部隊を展開、維持することは困難が予測された。これに対し、フランス軍は、 航空輸送により補給路を確保し得ると期待できた。蒸気根拠から、ディエンビエン風の占領を目的とした、エアボーン作戦として、カストール作戦が立案された。ベトミン軍第316師団が北西部に移動していることが判明したことから、帰船を制するために、作戦の発動は繰り上げられ、1953年11月20日、3個、空挺大隊が2回に分けて降下した。 21日にはさらに3個大隊が降下。25日には滑走路の再整備が完了し、要塞の構築も進められ、アンリナバール将軍指揮下の精鋭外人部隊など、不評17個大隊、砲兵3個、大隊、16000にも及ぶ兵力が投入された。司令官には、クリスティアンド・カストリ大佐が捕食された。これらの部隊には分解。 空輸された重量の M24 軽戦車も含まれていた。当時、ベトナム民主共和国人民軍は、ディエン・ビエンフルに第148独立不評連隊を駐屯させていた。同連隊は精鋭として知られていたものの、カストール作戦当日に4個大体中3個が同地を離れていたため、積極的な戦闘を行えなかった。しかし、 ベトミン軍を率いるボーグエン・ザップは、この攻撃を予期しており、直ちに対応行動を開始した。ザップは状況を検討し、適切な圧力を加えることで、フランス軍は、ライチャウショーを放棄し、ディエン・ビエン風において、海戦を試みるであろうとの結論に達した。この観測に基づき、11月24日、第148独立風評連隊及び、 第316師団は、ライチャウ第308、312、351師団は、ディエンビエン風を攻撃するよう命令を受けた。ライチャウにおける攻撃は11月末から開始されたが、第316師団の到着は、トンキン軍管区司令官に対し、同地の放棄を決心させる決定的な根拠となった。12月9日、フランス軍守備隊は、同地から撤退して、 ディエンビエン風を目指したが、その途上において、ベトミン軍の大規模な攻撃を受けて回乱し、2100名中、ディエンビエン風に到着できたのはわずか185名のみであった。一方、ディエンビエン風においては徐々に包囲網が形成されており、12月末、偵察中の第一外人落さん大隊が初めて、ベトミン軍の待ち伏せ攻撃に遭遇した。以後、 高戦の頻度が増加し、12月28日には、状況視察中であった参謀長が砲火を集中されて戦死するに至った。ベトミン軍は、ソ連、中華人民共和国から大量の武器、弾薬の援助を受け、中夜健康の人海戦術で、大砲、ロケット砲、対空火器を山頂に引き上げて、要塞を見下ろす位置に設置し、密かに要塞を包囲していった。また、 各師団は、主として、夜間の徒歩工軍で集結しつつあり、総攻撃までに、不評27個、大体、105mm 砲20門、75mm 砲18門、12.7mm、対空機銃100丁、迫撃砲多数が集結した。攻撃に参加したのは総兵力7万名で5個師団、補給物資も多量に集積され、 その備蓄は 105mm 砲弾だけでも1万5000発に達していた。供与された武器の中には接収した大日本帝国陸軍の3砲も含まれており、活用されたと言われる。補給にはシクロが活用され、1台あたり 300kg に達する貨物を輸送した。また、山中軌道においては、重火器類も分解され、人力炭素された。 1954年1月31日から、ベトミン軍による散発的な砲撃が開始された。陣地は巧みに秘匿されており、射撃位置を発見することは極めて困難であった。また、フランス軍の偵察隊はほぼ全州において、敵陣地と接触し、今や同志が包囲されていることが明らかとなった。本格的な攻撃は3月13日から開始され、 以後56日間にわたって包囲戦を展開した。DNBN 風本体より北東方のベアトリス陣地、続いて最北方のガブリエラ陣地がそれぞれ夜間攻撃を受けて陥落。フランス側は反抗を組織し、戦車小隊を含む部隊をそれぞれ送ったが、脱会はならなかった。降下するフランス兵続いて、ベトナム側は残豪をフランス側陣地の周囲に巡らし、 最南方のイザベル陣地とディエンビエン風本体との間の交通を遮断した。この頃には北西方のアンヌマリー陣地からはフランス軍のベトナム人兵士の脱走が相次ぎフランス側はやむを得ず拠点を放棄して交代。その後はディエンビエン風本体を見下ろす東側丘陵でもベトナム側が優位に戦いを進めた。 フランス側では滑走路が破壊されていたため、物資の補給を空路からのパラシュート投下に依存していたが、ベトナム側の対空砲火や天候不順のためなかなか届かない状況で、次第に交代を重ねていった。過少な投入兵力に悩むフランス軍は、低地に小さく全州陣地を作ったことから浮きには、腰まで泥水に浸かる劣悪な環境に陥ったが、懸命に陣地構築に努めた。 しかし、核陣地は、決戦に備えて大量に要請されていた、人民軍正規部隊の敵弾兵による突撃と、機関重装車にさらされた。また、滑走路の破壊と喪失に伴う物資の途絶にも、悩まされ、植民地出身兵士の多くが戦意を喪失し、5月7日に、要塞は陥落した。2万人強のフランス軍部隊のうち、少なくとも2200人が戦死し、 1>, 1万人以上が捕虜となった。10万人以上と見られる人民軍のうち8000人が戦死し、1万5000人が負傷した。この一戦はジュネーブ和平会談の行方に大きく影響を与え、7月21日のジュネーブ協定締結とインドシナ半島からのフランスの全面撤退へとつながった。注意、第1期は3月13日から4月17日。 第2期は3月30日から4月26日、第3期は5月1日から5月7日の期間。DNBN 風要塞の建設は、フランスへの援助を通じて、ベトナムへの介入を強めていた、アメリカ、特にリチャード・ニクソン副大統領の強力なイニシアチブの下で進められた。要塞が完成する直前には、ニクソン副大統領自らが現地を訪問し、 ジープで走り回りながら構築状況を確認している姿が記録フィルムに残されている。フランス側の補給機はベトナム側の対空砲火を避けるために航空飛行を行わなければならず、その結果補給物資が投下目標を外れてベトナム側の陣地内に落ちることもあった。DNBN 風の戦いで事実上の当事者であったニクソン副大統領は ディエンビエン風要塞が包囲され、フランス軍が危機に陥った際、要塞周囲の山岳地帯に集結した、ベトミン軍と中華人民共和国とソ連の軍事顧問団に対する原爆投下をアイゼンハワー大統領に進言するが、冷たく拒絶されたことを、辞書、ノー、モアベトナムに記している。ディエンビエン風の戦いでは、フランス本国出身者、植民地、 外人部隊などの兵士が捕虜となったが、ベトミン側は当初これらの捕虜の存在を否得することで、ジュネーブ協定の交渉過程での取引材料とし、フランス政府からの身の代金の支払いと引き換えに、相関が実現した。捕虜問題についてのベトミン側の姿勢は、フランス政府に撤退後の南部メコンデルタ地域の、フランス人入植者の安全への危惧を呼び起こさせ、かつては反仏的だった。 カオダイ教や、ホアハオ教、サイゴンの方であるビンスエン派などを援助して、紙兵団化させ、フランスの利益代弁者として組織した。これら南部土着諸派の武装勢力は、ゴディン・ディエムを指導者として、サイゴン政権を構成した、北部出身のカトリック教と難民との間での地域、文化、言語差から対立するようになり、ゴディン・ディエムとその一族による強権的支配への抵抗を続け、 その後の南部の不安定化を招いた。また、戦争捕虜に対するベトナム人の考え方に基づく国際法を顧みない残酷な扱いや身の白金の要求といった感覚は、米国が介入した第二次インドシナ戦争において、米国人の家族間に基づく自国兵捕虜に対する強い思いと相乗して、MIA 問題として一人歩きし、米越関係の正常化が、 大幅に遅れる結果を招いた。ありがとうございます。